フェラーリ641はスクーデリアフェラーリが1990年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミューラ1カー。1990年の開幕戦から第3戦まで実戦投入された。第3戦以降投入された改良型の6 4 1一に,についても本記事で述べる。641は1989年に 使用された640の正常進化バージョンである。基本デザインは前年の640と同じジョン・バーナードによるものだが、1990年初頭にバーナードはベネトンに移籍してしまったため、その後はエンリケス・カラブローニア、同年にアラン・プロストと共にマクラーレンから移籍してきたスティーブ・ニコルズらの手によって改良が進められた。フェラーリによって640で、 初採用されたセミオートマチックトランスミッションは、ネックとなっていた、信頼性を改善し、一度の操作で複数段、シフトダウンできるプログラムも開発された。エンジンは高標値で60馬力もパワーアップ。ドライバー通常のエアインテークが拡大され、内部にロールバーが見える形状となった。また、レギュレーション改定に沿い、シャーシ側面の燃料タンクの寸法が短くなった。 この変更は、前年のサンマリの GP でのゲルハルトベルガーの炎上事故を受けて行われたものである。コックピット後方の主燃料タンクを拡大したため、モノコックが 30mm 延長されたが、ギアボックスを縮めたためホイールベースの長さは640と変わっていない。641が実戦に登場したのは2000のみと、極めて短命であったことから、 641と641にを区別せずに、フェラーリ回190と総称する場合もある。641には、日本では、641スラッシュ2という日本語と英語の、チャンポン読みとも言える呼称をされていた。日本の第二次、回一ブーム中、フェラーリでは唯一チャンピオン争いに加わったマシンであり、口実の通り、評価の高い流麗なデザインと、 実質639系の頂点とも言える羊も、相まって、日本では特にファンが多く、この明確な区別への関わりと響きも、相まって、この特殊な故障もまた現在まで定着している。第3戦 3, 3割の GP からは、スカラブローニニコルズらの手による、マイナーチェンジが行われた、641-2が登場。ただ、前年の640のような外観上の、 はっきりとした違いは、ほとんど見られない。空力面の改良を中心に、サイドポンツーン全体やノーズが丸みを帯びた点、ラジエーター排熱口の形状と位置の変更、リアサスペンションやディフューザーを若干変更などが、行われたが、同時に、マシンの信頼性や整備性の改善も行われた。第5 0 0カナダ GP より、フロントウィング翼端板に筒状のパーツを追加し、 通過する空気に渦を発生させて、前輪後方で発生する乱気流を制御した。この、ボーテックスジェネレーター綿チームでも採用され、1994年に禁止されるまで流行することになる。中盤戦からは出力向上型のティポレ37エンジンが登場。予選用として、第7戦から投入され、第10戦から決勝でも使用された。ホンダエンジンに対抗するため、 アジップと協力して特殊な成分の燃料も開発している。また、日本 GP 予選では空気抵抗を減らすためホイールキャップを装着し、サイドポンツーンのラジエーター排熱口を制だり、リアデッキのオイルクーラーを外したタイムアタック仕様を試みている。翌年型642は残存燃料により挙動が大きく変わる点が注目されたが、 この難点は641の頃からすでにあったことが後のアランプロストのインタビューから明らかになっている。1990年アメリカ GP にてデビューした641サイドポンツーンのエッジラインが641-2とは異なる。1990年カナダ GP にてアランプロストがドライブする641-2。1990年スペイン GP にて ピットストップ作業中の641-2。序盤戦は信頼性不足で制裁を変えたが、第6戦メキシコ GP でワンツーフィニッシュを果たすと、そこからアランプロストが3連勝を達成。長く重い V12 エンジンを搭載しているにも、かかわらず、優れたハンドリング性能を発揮した。16戦中6勝を記録し、アイルトンセナ。 ゲルハルトベルガーの二人が狩るマクラーレン MP4、5バイトと越して戦い、プロストとフェラーリをワールドチャンピオンまであと一歩というところまで押し上げた。また、第7戦フランス GP の優勝は、フェラーリの F1 通算100勝目というメモリアルな勝利であった。この年の最終戦オーストラリア GP が F1 グランプリ通算500戦目の記念レースであったため、 フェラーリチームは全グランプリの約1、5で勝利してきたことになる。フェラーリは1991年に向けてティレルのジャン・アレジを獲得したが、ウィリアムズからアレジの仮契約を買い取るため、641、2の1台を贈呈した。機密情報が絡むためでリバリーは数年後になったが、ライバルチーム同士でマシンを取引するのは珍しい出来事だった。このマシンは、 ウィリアムズのコレクションホールに展示されていたが、施設が手狭になったためコレクターへ売却された。また、別の641-2の1台は、ニューヨーク近代美術館のコレクションとして、常設展示されている。1990フェラーリ641-1イメージズスプシファクションズインフォメーション。u l t i m a t e c a r p a g e 2010年8月23日閲覧。第3戦はアランプロストが641を、ナイジェルマンセルが641、2を使用。第4戦モナコ GP ではプロストのみ複数段シフトダウンできる6速使用者を使用した。ただし、決勝スタート後にベルガーと接触して使用できなくなり、赤旗再スタート後は通常の7速使用のスペアカーに登場した。 フェラーリ641にクローズアップヒストリー第2本会が1991年 P12 通常スラッシュは発音せず日本では例えばマクラーレンホンダ MP45 バイトなら MP45B45B と故障される富士テレビの中継ですら641にのみ641スラッシュ2と故障された フォーミュラ1レーシングカーザ・ミュージアム・オブ・モダン・アートありがとうございます。